千葉県立青葉の森公園は、千葉県千葉市中央区にある千葉県立の都市公園、広域避難場所に指定されている。畜産技術研究発祥の地1987年、開園。農林水産省畜産主権場の跡地に作られ、梅や桜の名所である。ネイチャーゾーン、レクリエーションゾーン、カルチャーゾーン、スポーツゾーンに分けられており、陸上競技場などのスポーツ施設や、 博物館や文化ホールなどの文化施設も充実している。家族連れで楽しむことができるほか、芸術文化ホールでコンサートが開かれたり、スポーツプラザを利用して小中学校の総合体育、大会などの体育行事が行われたりもする。お花見広場青葉の森公園芸術文化ホール梅園の梅敷地面積所在地指定管理者制度の導入状況、千葉市広域避難場所。 千葉市、2019年11月22日閲覧。ab, カルチャーゾーン千葉県立青葉の森公園。www.cue-net.or.jp。2019年11月22日閲覧。千葉県都市部、千葉都市計画事務所、千葉県立青葉の森公園彫刻の広場千葉県。1990年4月、63ページ。 千葉県都市部、千葉都市計画事務所、千葉県立青葉の森公園彫刻の広場千葉県、1990年4月、4ページ。千葉県都市部、千葉都市計画事務所、千葉県立青葉の森公園彫刻の広場千葉県、1990年4月、6ページ。彫刻の広場、千葉県立青葉の森公園。 www.cue-net.or.jp2019 年11月22日閲覧ありがとうございます。